まあ単純構造のフロントフォークだということが分かってしまいましたので、お構いなくインナーチューブにグリスを塗布します。すでに錆びてるんですが、オイルやエアーが密閉されている構造ではありませんので、完全なシールのためにインナーチューブの錆が、性能に影響するということはないわけです。逆に言うと安くてよかったなというところです。当たり前のようですが、フリクションはなくなってきました。ダンパーというよりも、ボトムの、アブソーバーです。バンプラバー、オートバイのリアサスなんかでいうところのバンプラバーというやつと同じ役目を、持つものがついていました。まあプラスチックのネジなんですが、ネジ山が相当ありますし、多少の走行では危険なことになることも少ないと思います。まあ幸い私の体重は60キロしかありませんので、さらに大した速度を出すわけではないですし、何よりあまり高く飛ぶ可能性も、その着地の衝撃の可能性もないということで、アジャスターはそれでも一回に締めて、サスの動きを固くしておきたいと思います。ストッパーがなるべく下に行って、スプリングを縮めている状態にしてみました。
動きだと確かに怖くないかもしれません、全部緩めるとどうなるのかな。大して動いてないですね。一応クリックがありますね。空転してんのかな。フリーロードって書いてありますんで、大差ないですね。全然大差ないですね。まずフォーク、心配なところから見てみました。